せだ。船なんて貸したら漁に行けねえじゃねえか。あんたら下界に行くのか。とんだ命知らずだな。船は貸せないが応援するぜ。ねえねえ、知ってる？港に海賊船が来てるんだって。かっこいい。船なんて誰も貸してくれそうにないじゃん。まあそりゃそうだよね。港町じゃ生活の糧だろうし。あ、そういやさっき誰か海賊船がどうのとか言ってなかったか。言ってたと思うけど、それがどうしたの？海賊退治して船をいただいちゃうってのはどうでしょう。そんなうまくいくかな。まあ戦わなくて済みそうならこっそりいただくだけって感じで、相手が海賊なら困る人もいないだろう。ちょっと心配だけど、あんまりもたもたしてるとあの漁師とか気持ち悪い金色仮面のやつに見つかっちゃうかもってのはあるのよね。ということで決まり。さあ港へ行こうぜ。なんかミラージュもいるっぽいんだけど。普通の港じゃないみたいね。気をつけていこう。なんだこれ。大砲？なんでこんなとこに。おっ、よっしゃ来た。イエーイ。この人たちの移動手段みたいなのです。そうなんだ。突然何？え、なんだよ。
なんかうまいこといきそうじゃね。そこまでっぽ。この賊どもめ成敗してくれるっぽ。お姉ちゃん、海賊に賊どもって言われた。まあ確かに賊だから仕方ないかも。みんな出会え出会えっぽ。いっぱい出てきたクポ。やばいクポ。クポクポ言ってる場合じゃないクポ。あれ、目的を忘れないでクポ。うむ、うん、なのです。たちが世話になったみたいだな。あ、丁寧にどうも。でも俺世話なんて焼いたっけ。そういう意味じゃないって。ふざけた連中だ。まあいい、海賊のものを奪おってんだ。覚悟はできてるんだろ。行くぞ、お笑いコンビ。誰のこと。コンビって私もセットなの。今こそ巨大化だ。わかったのです。できるの？にゃあ。無理なのです。一瞬でも信じた私が悔しいわ。テリトリー内でやられちゃうのはとてもやばいのです。でもすごく強い。くそ、見つけたぞ。レフィアがおらずともすでに縁は結ばれた。逃げられぬぞ。サロニアの領主、なんでこんなところに。け、追っかけてきたの。なんだ。天文の竜、高門の漁師なのです。大ピンチなのです。宿命とは何だと。因果とは、縁とは、どれほどの奇跡が起こるのだ。それはどこまで強いのだ。それとも取るに足らぬものなのか。さあ、教えてくれ、見せてくれ、お宝の大人よ。
てめえ、俺の船で勝手するんじゃねえ！お前ら、はい、ちょっとどうなってるのか話せ。連邦があのバハムート兵と領主をすり替えたってことか。細かい事情は私たちもよくわからないけど、でも話したことは本当だぜ。タマも見たのです。ま、連邦なんて鼻っからうさんくさい奴らだと思ってたが、あんなのを領主に置いてるとなると。あの、ん？ファリスさんは連邦の居城がどこにあるかとか聞いたことはありませんか？連邦の居城？悪いけど噂一つ聞いたことないな。ですよね。で、そんなどこにあるかわからないとこに行くために俺の船を盗もうとしたと。言い出しっぺはランです。ほう、あ、いや、嘘、そうそう、ごめんなさい。ま、もういい。そうだ、その連邦の居城とは関係ないかもしれないが、お前らが予言に書かれてる丘からの大人だとしたら、確かたどり着く場所も予言の中にあった気がするぞ。え、何ですかそれ。おいモグ、お前予言書を読んでたよな。クポ、読んだクポ。確か丘からの大人は4つの鍵を揃えてクリスタルの塔への道を見つけ、塔に挑み、最後は天空に昇るクポ。4つの鍵？クリスタルの塔。ああ、ちなみにその鍵ってどこにあるのかは知ってるのか？モグが知ってるのは1つだけクポ。一つ知ってんの？クポ、確か最初の鍵は炎の谷で手に入れるクポ。どこそれ？炎の谷なら下界のさらに南方、バブイリエリアにある谷のことかもな。やっぱ下界なんだ。面倒なことよな。されどそれも定めとなれば。